これにしよう。琉球グラス。琉球グラス。なんか書いてあるね。漢字なのか、中国語な、中国語ってことはないか。沖縄だから中国語ってことは、ただ俺が読めないだけか。そうかい、そうかい、すごいな、ね、はいと。それではガソリンをぶち込みたいと思う。先日ね、まさみたちにいただいた。ほらな、ボトルまま行きたいところなんだが、グラスで行ってみよう。これね、なぜ俺がかけたかっていうとね、これ全然見つからなかったんですよ。どこに行ったのか分かんなくて、朝見つかったんですよ。なんかちっちゃいこうナイキの白いポーチに前なんかで持って行ったんですよ。それ入れっぱなししたみたいで、たまたまちょっとクレジットカードがこう必要だったから、クレジットカード、そう、あそこにクレジットカード行ったんと思って、バッて取ったら、そこからこいつまでここにあったのかなと探してたんですよ。結構気に入っててね、中国でね、100円ぐらいで、多分150円とか、まあ、そういうレベルで買ったんですけど、結構チャチいけど、俺こういうなんかこうの好きでね、こういう丸眼鏡、ね、本当はもっと好きなやつあったんですけど、もう2回落としてね、1回懐中ドローでし、もう1個頑張って気合い入れて買ったけど、もう買えない、欲しい、もういいよと、100円で。もらったんですよ。超うまい。これハラペニオン味のクラッカー。これはすごい。これはすごい。これはすごい。別に辛くはない。ボトルビールは瓶まま行った方がいいね。これ味違うのかな。
まい。ライムがもう一個あるんですよね。これはもう一本飲んでいいということじゃないでしょうか。飲んじゃいましょうか。あ、豆腐もある。豆腐食いて、豆腐あるけど。ちょっと豆腐2個あるんですよ。もらったんですけど。豆腐こうかな。ちょっと。これもったいないからゆっくり食べよう。こうやったらゆっくりもね。とげ。すごいなこれ。マジでね、腹筋に味がする。やばいね。豆腐もあって。濃い、なんとかの濃い豆腐。これに、これぶっかけ、け、なんか半開きしてたぞ今。なんか最近ね、よくね勝手に開くんすよね。あれで、お店はいるんですよね。なんかね、いつも気にはなってたんです。なんかあれ勝手に開いてるやんみたいな。開きやすいのかな。で、こうやってきや、あ、生姜がなかった。生姜がない。くっそ。あ、待てよ。まあ、ニンニクはちょっと違う。アホみたいになった。まあわさびでいこう。なかった。そうだ、最後。まあわさびでもうまいしね。これに、まあ。そうじゃないか。では、fuck、fuck、ライムの形が悪かった。fuck、でも俺は無理やり入れる。本当だったらひっくり返すとこなんですけどね、こう持ってね、グッとね、やれないね、ここじゃね。おお。わさびはね、怖い。
きなりこう鼻にくるっしょ、たまに。うまい。冷やし中華のタレ使ったから夏を感じさせられますよ。豆腐食うとこ止まんなくなっちゃうんですよ。もうすぐね、セリママがやってくるんです。セリママっつうのは俺の母親です。沖縄にやってくる。あの、LA からね。LA からやってくるんだけども、なんかこう、なんつうの、こうあれね、あのもう長いこと会ってないじゃないですか。あの長いこと会ってないからもうお互いに年を取ってきてるわけじゃない。でもそういうとこを俺前会った時はハワイで会ってるんですけど、なんかこう年を取ってないなっていうのがイメージがあったんですね。でもあれからまた結構経ったでしょ。で、俺はなんか自分の母親は、なんかもう、中学卒業してすぐ俺大阪行ったんで、あ、15歳の時ですよ。で、大阪行ったからその時ぐらいまでのイメージしか俺頭ないんですよね。本当に。だからそこから年月経って今でしょ。で、どれぐらいなんつうのかな。そう、年を取ってるとこ見たくないよね。なんか例えばまあそれはないと思うけど、極端に言うとこう足を引きずって歩くとかさ、杖ついて歩くとか、例えばわめっちゃおばあちゃんになってるやんとか、例えばね、そういうことを感じたくない。なんかなぜならば、なんでだろうな、なんか俺もう本当にガキの頃にアメリカ行っちゃったからね、その同級生とか会うとかね、なんかそういうなんていうの時代が全くなかったんですね。だから日本人とこう絡むっていうことはほぼなかったから、日本に帰ることも2回か3回ぐらいしかなかった、アメリカ生活で。だからその時が止まってるような感じだったわけですよね。で、まだほら帰ってきて間もないじゃないですか、日本に。だから、なんて言うんだろう。まあ姉もそうだけども、まあ姉も来るんですけどね。なんかこの、めっちゃ年取っ、もう写真すらも見たことないからね。だから、ね、何年も会ってないわけじゃない。それよ、こんな年取ったのとか思ったら、なんかえっていうショック、なんでしょうね、このねショックはね。まあそういうショックがあるとすればね、なんかなんつうのかな、変わらないでいてほしい。会った瞬間、もうあんま変わってないなお前ら、でもお前らって言ったら多分ものすごい怒られますけどね俺だけなんですよ多分口が悪いのが、家族で。そうね、姉もまあちゃんとしたやつだからね、まあ昔は悪かったけど今ちゃんとしたやつなんで、多分そうね、多分俺だけなんですよ、こんなこうこういう
まあ活動しながら生きてるっていう、その普通じゃないわけじゃんね。だからやっぱわさび合うね。変わらないでほしいなって感じすんね。もうほんとそれだけ。っていうのは、自分が安心できるっつうか。あ、そうなんだ。あ、変わってない。いや、よかった。俺もなんか自分でね、年取ったっていう感じしないですよ、全然。なんか例えば、自分の年の年齢の人たちを見ると、めちゃめちゃおっさんに見えるんですよ。でもなんか自分でおっさんって思ってないんですけど、あ、この人おっさんなんだとか思うけど、まあ、日本人との付き合いがなかったがために、日本に帰国して日本人の子会って年齢とかさ、まあリスナーの人たちとかは、アメリカでこう、え、セリさん、ちなみに何歳なんですか？結構年は聞かれたんですよね。まあハワイでね。まあ言わなかったけども。でも年を聞いて、え、結構年近いな、この人って思った。いや、めっちゃおっさんやんと思ったことも何度もあったんですけど、え、俺と同じ近いのかとかね。で、日本帰ってくると結構ちょこちょこね、まあ今まで3、4回調べたことあるんです。自分の年齢の、見た感じ、どんな感じなのか、その何歳でどれぐらいとか出ると、めっちゃおっさんとか出てくる。え、このおっさんたちの横に俺並ぶのとか思ったこともしょっちゅうあって、まあそういう、なんていうの、時が止まってるような感じがしてるわけ、自分に。もう俺自分でね、年齢より若いのかなと思ってはいるんですけど、俺なりに。で、これは何なんだろうなとか自分で思ったことあるんですよ。だからネットで調べて自分の年入れて、これぐらいの見た目はどんなんだろう、バーっと見て。あ、そうか、俺なんかもう若く見えない。なんだろう、髪型かとかなんかいろいろ考えたりとかして。まあね、俺ね、ストレス、まあ誰でもそうだけど、ストレスはやっぱ好き勝手生きてきたっていうのもあるよね。で、ストレスがない道を選んではきたけど、まあ、バスの会社、ハワイでなんかハワイアンが経営するバス会社で働いた、その時はやばかったね、ストレス。まあ、裁判とかあってね。まあ、いろいろあったけど、あの時はもうやばかったけども、まあ、従業員をこういっぱいこうなんていうの、指示したり、コントロールしなきゃいけなかったんで、あれはもういろんな人種がいたんです。ホームレスもいっぱいいたし、あの時はたまったけど、まあ、あの時、白髪がめちゃめちゃ増えたのを覚えてますね。裁判所行き出して、なんかあったね。あったのを覚えてる。まあ、もともと二十歳ぐらいから白髪あったけど、あの時ものすげえ増えたのを覚えてますね。で、別に食べ物も意識してないけど、でも、もうかれこれ10年ぐらいはアスタキサンチョ飲み続けてますね、ずーっと。これを教えてくれたのが、あいつの名前何だったっけ？あいつの名前なんだったっけな。ちょ、あいつ何だったっけ、名前覚えられない。あいつ。何だったっけ。
この最後にちょっとライムの香りがふわっとくるのがうまいな。もう一本あるんですよね。ラストビール、ラストビールなんですけどね。次はワイン。うまい。豆腐があるからもう一個。だってワインと豆腐は合わないよね。まあ俺が思うあれですけど。まあ一緒。最後のビール。来るんですよ。来るわけだわ。なんか、そうかと。まあなんか、みんな元気でいてくれたらそれでいいのかなっていう、そういう感じですよね。別にその家族となんかめちゃめちゃ会いたいっていう気持ちは、そうは、まあ正直でないですよね。まあ会える楽しさはあるけども、まあ嬉しさはあるけども、そんな日頃思ってるってことはもうほら、ガキの頃から母親は海外行ってたし、もう子供たちは、まあ好き勝手やってたわけですよね。中学校とかね、小学校あれですけど、まあ中学校とか。親がいなかったから、日本にね。まあ、そしてすぐ関西行ったでしょう。すぐその後大阪へと、ロサンゼルス行ったんですね、俺ね。まあ、その親親ってその普段普通の家庭のファミリーのそのいつも家に両親がいてっていう家庭ではなかったから、元気でいてくれたらいいかなと。まあロサンゼルスに俺もいたんでね、なんとか家に遊び行ったことあるんです、母親の家で。その時もあって、ああライム入ってる、入ってると入ってない全然違うの、これまあ元気出てくれたらいいのかなっていう感じは、でもほら日頃から俺人間はクソだとか外来種だとか言ってるけども、それは全然今でも変わんないよ。もちろん家族がいても思ってることは変わらないし、変わりたくない、思い続けていかなきゃいけないし、行動に移していかなきゃいけないと本当にいつでも思ってる。まあ守りに入るっつうか、守りを作らないというか、まあそういうのは信念を持っていきたいね。うん。と思ってるね、俺はね。26.4 度。湿度が78。雨が降るらしいけど、さっきから降ったりやんだり、降ったりやんだりしてる。キララをちょっと甘えん坊に育ててしまって、まあビミもそうだったけど、ビビさんがいなくなってね、ビビさんがいなくなって、キララを甘やかせるレベルが上がってるような気がする。やっぱね、一人だからね。そのなき、今までほら、二人いたわけじゃん。もうそれが、でも一人になった時に分かったことっていうのはいっぱいあったね。なんか、二人だと分かんなかったこといっぱいあったり、一人になるとまた気づくこともいっぱいあったし、もちろんそれによって寂しさも悲しさもいっぱいあったけども、
なんか、甘やかしちゃったなっていう。いいのか悪いのか、いいのか悪いのか。って感じはするよね。それが愛情なんだけども、それが地球のことを考えてる人間としてどうなんだろうって思うこともやっぱあるんですね。でもそれは自分の生活の中で削り削って削りまくってるわけですよ。俺だってステーキ食いたいし、俺だって唐揚げ食いたいし、唐揚げチキンですよね、食いたいし、例えば。お店行って、レストラン行ってとか、いろんなことやったり、旅行行ったり、ね、いうのやりたいけども、もう完全にドアを閉めてる。そういう欲っていうのを完全に閉めて、家庭内でできることもたくさんやって、環境のことでもやって、でもキララにはっていうのはね、すべて抑えてるし、キララだけには、食べ物だけにはって思うね。いなくなった時のなんかこう辛さとか悲しさとか後悔したんで、もうそういう後悔はしたくないね。だからといって地球のことがどうでもいいっていうわけじゃなく、普通誰もがやる欲あるんじゃないですか。食べ物だったり、楽しむことにお金使ったり、いっぱいあることを遮断して、そういうことをこう、例えばそれをやるには多少なりともこのクソみたいにわがと金がいるわけですよね。だ金を作るためにってまた頭をぐるぐる回していく、まあ、そんな自分にもう戻りたくないし、失礼、その金がない生活、金を作らない生活、もちろんゼロだと。失礼。生活できないね。できないかないのかもしんないけど、そこまではまだいけなくて。でもこう、そういう生活をしていくことに一歩一歩で気づくことっていうのはたくさんあって、こういうことってやっぱ必要なんだろうなとか。そういうことに気づいていくと、今のこの世の中とか人間が作り上げてきた文明とか、そういうことが間違ってる。そもそも人間がいること自体がこの地球上にいてはいけない、そもそも外来種っていうやつでいちゃいけないものなんだなっていうことに気づき出すんですね。じゃあそれをクソガキどもに小学校で教えるのか、中学校で教えるのか、教えるはずがないじゃない。人間がこの地球上で一番でいなきゃいけないわけなんですよ。人類がこの地球上を支配しなきゃいけないわけですよ。それが人間の考えなんですよ。口には出せない。だけども、行動が全てそう示してるわけですよ。嫌なものには目を閉じる。聞かない。見ない。そして、口だけでは語ってるけども、
すべて綺麗事ですよ。俺はそんな人間に戻りたくないんです。当たり前の生活に戻るのは簡単だけども、お金を作って、普通の仕事、まあ普通の仕事かわかんないけど、普通の仕事をして、旅行に行って、好きなものを食べたり、ただ人生を満喫することに欲をす、こう、埋め尽くしていくような人生には戻りたくない。わさびもうちょっと入れてもよかったぐらいパンチがあって、おお、効いてるね。今回うちの身内が会いに来るのか、遊びに、まあ、会いに来るのかな、まあ、会いに来るっつってな、会いに来て、まあ弾丸で帰るんですけど、まあね、ここの古民家に泊めてあげるっていうのも一瞬ふと思ったけど、って思ってホテル取れやっつって、ホテル取らせる方向で動いてる。なんつうのかな。別にいいんですけどね。金かかんないから地球にも優しいわけじゃない。ここに泊まった方が。車もバンバン動かすわけじゃないから、そうなると。なんかこう、その家族とこう、三人っていうわけじゃない。母親と姉と俺でしょう。その、なんかメンバーになるのっていうのが、あれ最後いつだっけっていうレベルなんですよね。それがいきなりみたいな来るとちょっと戸惑うね、俺もね。まあね。ここに泊まってもらう方が地球は優しいけども。まあ、泊まりたいって言ってくれるのって話は別ですけどね。最後の豆腐の賞味期限が。スープも美味しい。長かったね。喋ったね。まあそんな感じですかね。